はい、YouTube。オードマン TV のオーノマンです。今日はですね、本来は撮影するつもりはなかったんですけども、急遽とても重要な案件が入ってきたので、撮影することにしました。実はですね、今日朝学校に登校して、で、授業が始まる前に、先生から重要なアナウンスがありました。それは何かと申し上げますと、また赤外をするというものでした。 現在私が通っているこの職業訓練の期間は6ヶ月間なんですけども、で前半の3ヶ月過ぎた段階で1回席外がありました。そしてこの訓練の残された期間はあと約3週間なんですよ。あと3週間なのに、なぜこの段階で席外を行おうと思ったのか。ちなみになんですけど、今現在、ちょっとこれ動画では言ってなかったんですけども、今現在私はワイコさんの 前に座ってます。逆を言えば、私の席の後ろは、ワイコさんです。前回の席替えの時に、私はワイコさんと離れ離れの席になりました、という動画を上げました。あれはあれで正しいんです。実はその続きがありまして、で、ワイコさんの前に座ってた方が、まあ辞めちゃったんですよ。そ,その職業訓練を。まあ理由はちょっとわかんないんですけども。で、しばらくその席が、 空いた状況になってました。で、その席は黒板の前の一番前の席になります。で、その空いた席にその黒板前の一番前の席に座らせてくれと先生にお願いしたんですよ。もっともっと勉強がしたいんです。黒板前のよく見える席で私は勉強がしたいんですと先生にお願いしました。そして、ワイコさんの前の席をゲットしました。 ただ、私は一番前の席なので、私から見える視界はもう黒板しかないんですよ。朝からずっと黒板を見て勉強して、で、お昼ご飯も黒板を見ながら飯食って、で、また午後も黒板を見ながら勉強して。だから、後ろの後ろにいるワイコさんと話す機会があるようで、ほとんどないんです。だから、ワイコさんに話しかけるとしても、何かこうネタを見つけて、そして勇気を振り絞って、後ろを向いて声をかける。 みたいな感じで話しかけるしかないんですよ。で、その席に移ってから、まあ、ちょいちょい、たまにこう、牛を振り返って、ワイコさんに話しかける、ということをしてたんですよ。で、それがあって、それがあって、この間のその食事に誘った、振られた、につながっております。だからその今朝突然発表された席替えが、ただ単に先生の考えによるものなのか、それとも何か裏で、 こう、政治的圧力、まあ、具体的に言えば、ワイコさんの、ワイコさんからのお申し出があったから、急遽行うことにしたのかわかりません。だからもしかしたら、ワイコさんから先生に対してメールが言ったかもしれません。 前の席のおじさんのフケが肩に積もっててとても気持ち悪いですとか、あとは何でしょう、まあ前の席のおじさんのカレー臭とカレーライス臭が混ざり合ってて私吐きそうなんですみたいなそういう内容のメールがもしかしたら先生の方に言ってるかもしれません。で今日はとりあえずその席の抽選だけして終わったんですよ。だから実際明日行ってみないとどうなったかはわかりません。だからもし何の政治的圧力もなく純粋なくじの 9時による抽選だった場合、もしかしたら私とワイコさんは隣同士になるかもしれません。逆にワイコさんからお申し出、あの、メガネをかけた、鼻毛の出てる、腹の出たおじさんから話してください。というお申し出があった場合、これ今度ばかり本当にもう私とワイコさんはもう教室の端から端の席になっているかもしれません。これは明日行って、明日投稿してのお楽しみとなってます。はい。なので、この結果は、 まあこの結果はこの後、この後、報告、発表したいと思います。過去にいただいたコメントの中で、ワイコさんがこのチャンネルを見てる可能性はないんですかとか、もしバレたらやばくないですかというものがあったんですけども、まあ、多分、彼女はこういう無職を題材にしたチャンネル全般は見てないと思います。これはただ単に私の勘です。はい。で、 バレたらやばくないですかということだったんですけども、まあ多分バレてないと思います。はい。で、ぶっちゃけバレたらバレたで、まあそれはそれで面白いかなと思ってます。で、朝の先生のその席替えを行います。という発表を受けて、私もう一度だけ最後に和イさんに話しかけました。まあ時刻的にはお昼、お昼休憩ですね。お昼休憩の時にちょっとこう、後ろ振り返ってちょっと話しかけたんですよ。というのがですね、偶然、今朝、夢の中に ワイコさんが出てきたんですよ。で、その話をワイコさんにしました。まあ、正直に、ちょっとワイコさん聞いてください。実は今朝、夢の中にワイコさんが出てきたんですよって。それと彼女が、えーどんな夢だったんですかって聞いてくれたんで、で、私はその夢の話をしました。で、その見た夢の話はまあ、変な話なんですけども、まあ、授業で使っているテキストがあります。で、なぜか私はワイコさんのテキストを間違えて持って帰っちゃった。 で、私のスマホになぜか、ワイコさんから電話がかかってきて、えー、ちょっとどうしてくれんのよ、みたいな感じで、ブチ切れてる。その、そういう変な夢でした。で、それを伝え終わった後、ワイコさんが言った言葉が、変な夢ですね。とまあ、この会話が職業訓練、最後、最後の、ワイコさんと交わす会話になるかどうかは、明日学校に行ってみないと、わかりません。はい。 どうなってるでしょうかちょっと今からもうドキドキしてます。まあ、動画的にはこの後すぐ、この後すぐ明日の結果発表になるので、このまま引き続きご覧ください。それでは結果発表です。どうぞということで学校から帰宅して参りました。いやーなんて言うんでしょう。なんか物の見事にはめられた感じがあります。はい。まあこう言ってしまったらもうすでに ま、この3回目の席替えの結果が、ま、分かってしまうかもしれませんが、はい。まあ、本当にも昨日までは、私とワイコさんは、私とワイコさん、こう、前後、前後の、とても近い距離だったんですけども、まあ、今回のこの3回目の席替えによって、私とワイコさんの席は、ものの見事に、離れ離れになってしまいました。まあ、この結果が、純粋な抽選によるものなのか、 それとも、裏で、ものすごい力が働いているのか、わかりません。はい。ただ一つ言えるのは、抽選をしたのは昨日なんですよ。でも、結果が出たのは今日なんですよ。わかります昨日抽選して、昨日のうちに張り出したら納得できるんですよ。ところが、人が寝かしてあるの。だからその間に、何かものすごい圧力が、圧力が、 あったのではないかと、私は考えています。いやー、参りましたね。まあもう、もうこうなってしまった以上、まあどうすることもできない。と言っても、この間私、まあ和子さんに振られたんですけども、まあこれでもう距離が完全に離れてしまったことによって、もう完全にもうどうしようもできない状況になってしまいました。はい。もう残りの3週間は、まあ真面目に、まあ職業訓練、学校の授業を受けて、 そしてどこかの企業で雇ってもらうように頑張っていきたいと思います。はい。ということで、こんな、こんな私のチャンネルで良ければ、もし良ければ気に入っていただけた方はぜひチャンネルの登録とグッドの評価をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。